ない場所に行ってみるとね、はい、やっぱり衛星電話が欲しくなるわけですよ。それでも繋がりたいと。そう、なんとか繋がりたいと。あれなんで繋がりたいのかね。なんででしょうね。なんだろうか。なんか妙な孤独感ってあるよね。ありますよね、うん、だからその昨日のさ、うん、昨日のねっていうか今朝なんだけど、うん、朝みたいな感じだよね、うん、ちょっとと俺しかいなかったね、あとマミさんとね、あ、フェイスブックね、そうフェイスブック、はいはいはい、ああいう時も割とその渇望感がある場合があるよね、うん、ああ繋がってないっていうのね、うん、そう誰もいないなって、電波があるなじゃなくて人がいないなみたいな、そのなんかこう社会の一員であることを確認したいっていうか、やっぱりなんか、うん、全然何もなしじゃやっていけないんでしょ、うん、人の心は結局あれでしょ、うん、ヒッピーまで遡るわけでしょ。話長くなるからやめるか。人類補完計画とかの話になっちゃうわけでしょ。それも長くなるからやめるか。まあでもつながっていられるデバイスとして、はい、そうですね、うん、まあ、今一応、うんうん、究極のそういうものなんじゃないですか。そうですよね、うん、そうだと思います、うんうん、アドレードすごく良くなってるし、うん、悪口言うつもりもないんだけれど、それでもやっぱりそのまだ OS の安定がこっちの方が高いっていう話は出るしね、もうほとんど同じって話ですよね。あ、そうなんだ、うん、そうらしいです。あんまり深く触んないから分かんない。うん、俺もなんかね、どっちにしろ Twitter とか Facebook やるぐらいだから、まあまあそうなんだよね、うん、だから本体よりもインフラの方が割とその問題なのかもしれないですね、うん、今は。そうですね、うん、うん、この話続かないね、この後ね。次の話なかったっけ。いやいやいや、今結構いい話してたと思うんだけど。これ何次続けようかなって考えちゃったんですけど。いや、iPhone ならではの話でね、はい、iPhone ケース店でやってるということで。そうですね、はい。いや、僕はね、それ初めて知りました。衛星電話のケースがあるっていうの。なるほど、うん、で、だから僕思ったんですけど、うん、衛星携帯電話は、うん、衛星携帯電話として作ればいいじゃないかって思ったんですよ、うん、はいはい、ところが iPhone をつけたいんですよね。うん、 iPhone をベースにしたい。割とだから、なるほど、あ、分かる、うん、なんか分かるでしょ。それは分かる、分かる。さっき話が出た、うん、その周辺のガジェットを iPhone をコアにしてつなげて使おうよっていうのとちょっとなんか似た感覚が、ね、結局ソニーのレンズスタイルカメラって、うん、はい、iPhone 対応してんじゃない。そう、あ、言っちゃった。で本当はさ、ね、NFC でさ、パッと処理しないといけない感じじゃない、うん、なね、うん、だったらエクスペリアだけでさ、そうなの、そうなの、ね、うん、物理的に合体しちゃえばいいのにって思ったんだけど、世間がそれを許さないんだ、うん、いや世間もそうだけど、うん、作ってるやつら絶対好きだよ。それどう、やめよう。誰がどうとは言わないけど、うん、作ってる連中が絶対 iPhone 好きだよね。まあそのうん、うん、iPhone ってその独特のポジションがあって、うん、そのね、うん、メーカーがそのイデオロギーだを超えたところになんかある感じはします、うん、僕は。なるほどね、割と、うん、何ってことじゃなくて、割とその、うん、イコンであったり、うん、メートル元気であったりっていうような感じがしますよね、うん、このスマホっていうその、だからさ、どことは言わないけどさ、うん、スマホの OS でさ、うん、一番シェアが大きそうなところはあるじゃない、うん、その会社行くとさ、うん、みんなさ iPhone 持ってんだよな、うん、なるべくここ使わないでください。あとパソコン割となんか果物マークのやつ使ってる人多かったのは僕は覚えてますけど。そうそうそう、うん、ここ使わないでください。みんな iPhone 持ってて果物のマークがついたパソコン持ってんのね。うん、こうなんかね、うん、深くうなずいてる人も多いんですけど、うん、逃れられない何かがあるんだよね。そうそう、何なんだろうか。作ってる人結局好きなんだよね、うん、何かあるよね、うん、だから、まあ、たまたまそういう話が出ましたけど、時代時代でそういうものはあるんですよね、うん、このジャンルに限らず、うんうん、何かこう原型になるようなものっていうのはある気がするんです。たまたま、うん、今の時代っていうのは iPhone がそのポジションにあるなと感じますね。うん、うんうん、こんなことあんまり考えないと思うんだよね、みんなね、普通に使ってるから、うんうん、でもそういう部分は iPhone ならではって僕は思います。だけどさ、うん、今後もさ、例えば来年、はい、来年新しい iPhone が発表されたとして、うん、はい、こうノリノリで買い替えちゃう、うんうん、今年買わないで来年買うかな。2年おき、
あのね、この話はまあありますよ、うん、まあ、さっきも出たけど ね、iPhone5 で一つ完成を見たっていうのはありますよね、うん、で、あとね、だからジェット大輔さんも僕もそうなんですけど、うん、iPhone がね、行き渡った感が ある気がしない？あ、あります。行き渡るところに全て行き渡って、あのコアなガジェッターが好むものではなくなってきてて、そうなんです。で、僕らはどこへ行けばいいのかっていう感がちょっとあるんですよ正直。別にその生意気なことを言うつもりではなく、エクストリームガジェッターとしてはね、どこに行けばいいか、なんかだって欲しいじゃん新しいもの。あの、イミジ君も今言いましたけど、はい、新しいものではもうないんですね、うん、iPhone は、うん、みんなの知ってる UI が載ってる、うん、みんながその名前を聞いたことがある、うん、で、あのちょっと手を伸ばせば買えるものになったんですよ、うん、いや、この間もね、うん、ある会社のスマホをレビューの動画を上げたんですけど、はい、それがですね、はい、iPhone5 が出る前にちょっとオリエン受けてきて、はい、あのこういう機能があるんですよとかっていろいろ聞いてみると、はい、どう聞いてもね、iPhone を照準にしてるとiPhone に勝つためのこれ戦略だなっていうのがやっぱりありありと感じるわけですよ。で、そこの今ジェット大輔さんが言ったその言葉に何の意味があるかっていうと、うん、iPhone が標準、うん、基準になってるんですよね。あ、それだ。だからそうじゃないところからつく、うん、もっとその掘っていくと、うん、iPhone が最初にスタートして、うん、あれができた時っていうのは何もないところにこれが生まれたわけじゃないですか、はいはい、正直、うん、まあ、あのパームだなんだっていうその、ね、あのパーソナルデバイスはありましたけれど、うん、でもやっぱりあのこれが最初の試合を開いたんだね、うん、で、あのその後に来たその、ね、うん、あのたくさんの OS 作ってるあそこのところもやっぱりその、はい、標準をここに定めてやってるんで、うん、そうなるとそのそれを超えるっていうのをブレイクスルーを作るって結構なんか難しいんじゃないかなって思うこともあるんですよ。そういう中から生まれるものももちろんあるんですけど、あの方はあのそうじゃないところから生まれる、まあ、いわゆるちょっと変種というか、うん、突然変異に近いものなんじゃないかって思うんです。結局はそのナンバーワンかつオンリーワンだったような感じではありますよね。そうですね、ここにいたのまではな、うん、そうですね、うん、ここまでね、うんうん、この先どうなんでしょうね、うん、もうここの時点で変わってるってそのね、うん、あのこう物書く人は言ってるじゃないですか、ね、うんでうんうん、確かに感じますけれど、うん、でまあ、皆さんももうお分かりかとは思うんですけど、スマホの用途って限られてるんですよ、はい、CPU があの64ビットになったところで結局ほとんどのことはテキストを打つことだとは思うんですよね、うん、そうですね、うん、だから多分 3D のレンダリングは僕はやらないと思うし作る方はやらないよね、まあ、やらない。 CG ムービー作ろうとか思わない、ね、うん、やらないよね、まあ、ゲームで役立つのかなと、そうですね、そんなところですよね、うん、そうですね、うん、だから結局コンテンツを消費するための端末であると、でそのための CPU のパワーアップであったり、うん、僕らはそうじゃなかったよね、うん、最初は。そうね、うん、最初はね、コンテンツを作り出せるその不思議な携帯電話だと最初思ったんですよ、うんうん、そんなものはありえないはずだったんだけど、うん、できちゃってて、うん、じゃあやっちゃおうかって言ってやったのが iPhone さんの感じ。最初の感覚としては、うん、Mac が入っちゃった、はい、あ、あったね、うん、あのね、それは恐ろしく思ったの、うん、なんで何でもできるのと。できなかったんだよね何にもね、そうなん、正直、うん、ただそれをなんて言うんだろう、夢見させてくれるような、うん、その、うん、なんていうかテンプレをね、うん、作ってくれたっていうのがありましたよね、うんうん、いや、これはよく話すんですけど、2006年に、はい、東海道新幹線の N700 系という車両がデビューしてるんですよ、はい、で僕その試乗に行ってるんですよ、取材に、はい、でその時に今はなきさん用のザクティっていうカメラね、その時ハイビジョンじゃなかった、懐かしいね、ハイビジョンじゃないザクティを持って、はい、あと MacBook 白、はい、ポリターボネタのインテルになったばっかの、はい、MacBook 白を持って、その2つを持って取材に行ったわけです。で名古屋あたりまで来た段階で、はい、大体一通り見て回ったんで、うんうん、じゃあ、 ザクティからね SD カードを抜いて、うんうん、MacBook に取り込んで、で大阪着くまでに編集を終えたんです、ビデオの編集を。
で大阪着いてから適当なカフェを探して、うん、で電波が来てるところでアップロードしたと。なるほど。それでもね、あのテレビのニュースより早かったの、2時間ぐらい。うん、すげえ時代が来たなとか思ってたんだけど、ね、それからわずか2年が2年ですよ、たった。それわずか2年で、うん、あの iPhone 3GS で同じことができちゃうのね、うん、それももっと短時間で。そう、ね、うん、こんな荷物だったのがこれになった。うん、あのどっちからどうなのかは僕は分からないですけれど、うんうん、やっぱりだからその何て言うんでしょう、用途ありきだったのかなって気もするんですよ、うんうん、で、あの何というか作業の時間を縮めましょうとか、うんうんうん、その他のものとこれとこれを組み合わせるんじゃなくて中でやりましょうで、うん、それで劇的にそのいろいろな作業の時間が短くなったりとか、うん、あと手を動かす、もう言っちゃえばもう手を動かす距離ぐらいの勢いで、うん、こうやって動かしてたのがこれだけで済んじゃって、うん、で時間が短くみたいなものを、まあ、達成したわけです、うん、ただごとじゃないですよ、これはただごとじゃなかったですよね、本当に、うん、あの感激って言ったらなかったですよ ね、うん、本当に、うん、でも人はね、慣れちゃうんです。慣れちゃって、慣れちゃって、うん、ね、で、もっともっとってやるんだけど、ふーんって感じだもんね。そう、そう、みんなふーんって感じだけど忘れたか、みんなあの感激を。感動してたんだからね。したよ、うんうん、だいたいだって、いや、ちょっと待って、今そういうものある？いや、ないんだよ。ないよね。あの、うん、スパッて返したけど、うん、ないんですよ。ないんだよ、うん、なんというか、その、まあ、あのね、ありてに言えばというかね、よくある話、あの言葉使っちゃうと、うん、そのなんていうか確信だよね。確信です。今まで何もないところに突然出てきたものっていうのが今は割と少ないというか、うん、ほぼないような状態ですよね、うん、でだからアップルの株価がこのところちょっと思わしくないのもあの本家がなかなかこうね、うん、うん、っていう、そのなんていうんだろう、あのそんなことは思ってないと思うんです、あのアプリ自身は。ただその、うん、なんというか期待値が大きいんですよね、こういうものがあったから、うん、あの確信はなかなかできないよ、うんうん、あのね、結局あれはさ、レールを敷く作業だったんだからさ、そうです、そうです、 次はやっぱり走らせてあげたいじゃない、うんうん、そうなんですよ、うんうん、走ってる段階ではね、確信ではないからさ、うん、あの今日、意味軸もなんですけど、うん、スティーブ・ジョブズの命日ということなんですよね。うん、あ、そうですね。はいはい、で、うん、ちょっとちょうどいい、うん、あれなんで、お題なんで、話しますけど、うん、彼のことね、悪く言う人もいるんですよ。うん、まあ、そんなものはね、いろいろですから、別にいいんですけれど、その彼、革命とか革新とかじゃないんだよねって、あるものをその、はい、なんというか、その上手に咀嚼をして、一つにまとめたから、こういうものができたよねっていうものの言い方をする人いるんですけど、うん、でもやってねえじゃん他のやつっていう話、うん、でやったもん勝ちなんですよね、うん、それをやってきてるよね、アップルはここまでって割と僕は思うんです、うんうん、僕ずっとね、はい、業務でデザイナーっていう職をやってた時期があって、はい、でデザインとか手を動かすわけじゃないんだけど、はい、うるさい上司とかうるさい社長とかいるわけですよ、はい、お前何に分かるのっていう、うん、デザインのこと何にも知らないんじゃんお前なんかとかって思ってても、なんかさ、まあそんな若い頃なんか俺なんかさ貧乏デザイナーだったらさそんなやつよりはさ、うん、いいもの見てんだよね、ああ、うん、でもう分かってるわけだから、うん、そういう人の意見っていうのはやっぱり正しいの、ある意味で、うんうん、でスティーブ・ジョブズってまあ、それをそのまま当てはめるのも強引すぎんだけどジョナサン・アイブに対してそういう立ち位置じゃないのかなという気がしてね。っていうのは iOS7 を見た時にちょっとないなって思ったの、まあ、よく言われてるその色合いが気持ち悪いとかなんかそういったことではなくて、うん、例えばねバッテリーの残量表示、あれがですね白になったり黒になったりするの。要するにその、背中の色に合わせて変わるっていう、あれですね、うん、背景色が薄い時は黒になってて、うんうんうん、背景色が濃い時はバッテリーの残量表示は白、うんうん、だけだったらまだしも、はい、これをライトニングのケーブルつなぐと、はい、緑に変わるんだ。うん、うん、
ちょっとね、UI としては、インフォメーションとしてはおかしいかなというのはあるんですよ。ちょっとそのデザインっていうものとちょっと違う感じのニュアンスですよね、そこ。って思いますけど。だからやっぱりそのデザイナーで手を動かす人たちがいて、さらにその上のレイヤーで、何か絶対的な美学を押し付ける人って必要なんだなっていうのは、ね、そうですね、一貫性って話ですよね、そういうものを、そうだから、たかが外れたっていうあの、言葉を使う人いますけど、ちょっとそうね、重しがなくなったからっていうのは、感じられる風はあるかな、あるかもしれないですね、まあ分かんないけどね、本当のところはね、分からない、もちろん分からないですけどね、推測でしかないんで、で、iPhone ケースなんで、はい、そうなんです、ケースの話と、ケースの話をしなきゃいけない、根本の話だね、ケースつけてる来ました、爆弾発言あれ、皆さんケースつけてますか、つけてるよね、iPhone にケースつけてる人、つけるよね、ほら、手上げない人もいるよ、手上げない人はどうなんだろう、恥ずかしいんだろうか、男らしいんだろうか、どっちだろう僕はね、iPhone 裸なんですよ、はい、いつからかな、iPhone 4S の途中あたりから、だからもう2年ぐらいか、カビさんは、僕はね、ずっとつけ続けてるんですけど、途中でね、3GS の時にね、一回やめてた時があった、どうにもあれはこう裸で持つのは好きだった、で、4になってからエッジが出たんで、またケースに戻しちゃった感じですね。割とだから持った時の感触で決めたかなっていう。そっかそっか。丸い時はね、いいんだよ。気分いい、あれを握ってると、いい気分なんですよ。4からはね、ちょっとね、角がね、立ってるから。なんかなって、僕割と手が大きいんですけれど、その手の大きい男性でも、やっぱりちょっとあのエッジは、あの感覚として好きじゃなかったっていうか、じゃあまあケースつけてもいいよねみたいな感じですかね。でもね、あのエッジがいいんですよ。お、何がってね、新幹線乗ってる時。限定的な、その新幹線乗ってる時にこう 車窓からの風景をね、撮影したいじゃない。水平出るよね。その時起きやすいんだよね。水平出るよ。水平出るんだよ。で、あのウィンドシェードパッてやって挟むと、もう手放しでいい。超ナイスだよね、それね。なるほどって思ったもん。飛行機右に同じ？そう、飛行機も同じ。これがあるのもね。そう、なるほど。で、最近はどっちもね、電源取れちゃうからね。そうそう。